すごいことが起きました。なんと、いつもの、モー君&シュン君の池に、青ヤンマが飛んでます。まあ、息子が主役の回なんで、息子にも、やらせながら、今、なんと、2匹、オスですね。確認できました。こんなに嬉しいことはありません。10年ぶりの発見になります。それでは、まあ、パパスも、急遽、参加します。しょうがないですよね。しょうがないです。それではスタート。こんなに嬉しいことはありません。苦節3年、動画回してない頃を入れれば5年。ここでずっと競りを取り続ける毎回、そして3年の月日が流れ、やっと現れました。大丈夫大丈夫大丈夫、まだチャンスあるよ。まあもういるって分かったんでね、まあ息子に決めてもらいたいってのはありますね。オス2頭確認済みです。そしていろんな昆虫が出てきました。でも青山はこの池では、10年ぶりですね。はい、青ヤンマ発見できませんでした。いたんですけど、息子も空振り、パパスも空振りしたところ、遠くに逃げていきました。でもまあ、ね、いるってことが分かったんで、また来てきます。それでは、次のコーナー行きますよ。ガサガサコーナー。まあこれもね、ちょっと一回今から試してます。試します。まあ、もしかしたら、青ヤンマの幼虫ですね。ヤゴ。もしかしたら繁殖してる可能性もありますからね。そういう希望を込めて、では、ガサガサタイム。つい1時間ぐらい前に飛んでた、青ヤンマが飛んでいた場所の、まあ、パパスがね、いつも競りをちょっと、積んでたあたりなんですけど、そっから行きます。それではガサガサカモン。ガサ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 、ヘドロがすごいですね。ヘドロばっかりです。ヘドロってますね。やばい。ガサガサしたところ変な超でかい魚がいます。やばい。ちょっと息子パパス行きます。加藤さんみたいになります。行け加藤。でかいのはやめましょう。ちょっと初めてだし、ちょっともう一回手前でやります。あ、入りました。あー、やっぱりこいつらですね。息子入ったよ。はい、入りました。それでは
水中観察道具カモン、赤と茶色っぽい、ザリガニですね。これ多分外来種だと思います。茶色い方はワンチャン日本産って場合もあるけど違うな、多分外来種ですね。もうこれ一瞬でこれ取れるってことは多分ゴキブリと同じですね。一回取ったら1000匹はいる。こういうのにまあね、青ヤンマのヤゴとか食べられちゃう可能性あるんで、ちょっともうちょい取っていこうと思います。はい、ザリガニが、めちゃくちゃいてやばいんですけど、ちょっとまたザリガニもう今10匹ぐらい取れちゃったんで、ただ小魚も入ってます。ちょっと小魚行ってみます。小魚観察。小魚ですね。ちょっとわかんないですね。メダカではないですね。メダカはパパス飼ったことあるんで、飼ってるんで、メダカではないです。外来種かな。メダカではないですね。加藤ちゃんに聞いてみるしかないですね。ちょっと専門外なんで。加藤ちゃんですね、これは。後で加藤ちゃん。これはね、グッピーですね。違いますよ、今。ちょっと真似してるだけなんで。これは、日本のではありません。グッピーですかね。いるんですね。まあ、外来種に溢れてる池で、よく青ヤンマがいましたね。それだけでも、すごいことです。はい、加藤さん、ちょっといいですよ。はい。それでは、息子、やってみます。息子やってみます。もうね、ザリガニさんばっかりだから。そうそう、最後の振りを早くする。あ、塩辛ですね。あ、入った、入った、入った。入りました。ザリガニ。うん、日本産じゃないですね。はい。初めてやったけど、結構楽しいですね。続いて表してくれたのが、姿を表してくれたのが、エビですね。こちらが、沼エビだと思います。それでは、水中観察、カモン。はい、こちらですね。沼エビか、スジエビ。はい、これ本編の、カトちゃんで見ました。こちら、こういう、まあ、エビがいるってことは、ヤゴもいる可能性はありますね。はい、次です。さあ、息子、慣れてきました。あ、そんな前からもう、その辺、その辺、そうそう。そうそう。はい、見して見して見して。え？入ってない。なんで入って？あ、いなかったと思う。これ日本のザリガニかな。あ、また魚ですね。こういうのがね、ヤゴ食べちゃう可能性あるんですよね。まあでも、青ヤンマいたし、今こういうことやってると、サラさんの時もそうだし、なんか違うことやってる時出てくるんですよ、青ヤンマ。はい。もう数回やって、ちょっと青ヤンマやります、また。はい。
では息子、水中生物リリースカモン、うん、こっちの深いところに。はい、行った、来ました、ありがとう。さあ、じゃあ最後の一振り、青山チャンスやって帰ります。また雨降るんでね。はい、パパスです。なんとガサガサしてる時に青山の交尾体おつながりがいました。まあ今ね、ちょっとこっから先入れないんで、まあ木に止まってるんですよね、あそこに。ああ、まあでも良かったです。生態系のね、だいぶこの 2,3 年で銀ヤンマがとにかく、シュン君ですね、シュン君今日は、一匹もいませんでした。で、他のトンボもあんまりいなくて、まあ青ヤンマが確認することができたんで、まあここもまたちょっと再調査しに行きたいと思います。超トンボはギリギリいました。あとは麦わら塩辛ですね。まあちょっともう一回行く可能性あるんで、今度また、来ます。ご視聴ありがとうございました。まあ希望ですね、本当に。命が繋がっていけば、またね、復活ってこともあり得るんで、それに期待したいです。はい、感動してます。それでは、ご視聴ありがとうございました。Hope!